山陽一です。今日はポッパーズさんに初めて登場していただきまして、最初の歌を小さい声で見つけた。小さい声だね。
週の日曜日が最終試合ということでね、うちのタッグが10チームありまして、で9試合総当たりでやったんですけど、最終試合の前に7勝2敗のチームが3チームぐらいありまして、うちが6勝1敗なんです。あ、違うわ、7勝1敗だ、すでに7勝1敗 で相手チームが6勝2敗なのかな。でうちがこれに勝つと優勝という試合だったんですけど、負けると7勝2敗が4チームぐらいなんですかね。で対戦相手に負けると1敗になるので、この試合最終戦に負けると3位か4位になっちゃうというね、大事な試合だったんですけど、結果は引き分けだったんですね。もうね、1回の表からカンカンカンと打たれましたね。3点ぐらいいきなり取られまして、これも先制からは僕は強いなと思ってたんですけど、なんとかこう、なんとかかんとか、3点に抑えてたんですけど、また1点取られました。でうちのチームもなんとか3点取って4対3、最終回で2アウト1塁3塁、うちが守備だったんですけど、2アウト1塁3塁、これをでバッターが3番で、これを歩かせて満塁にするのか、どうでしょう、どうするのかとかね、いろいろ、もう本当、ギリギリ、ここで打たれたら、もうね、点差が離れておしまい、その時点では4対3で負けてて、でその回をなんとか抑えまして、で、その裏にうちのチームが1点入れてくれまして、で4対4の引き分け、でうちのチームがこれで7勝1敗、1引き分けになりまして、ギリギリで優勝というね。優勝したんだ。優勝したんだ。いや、おめでとうございます。なんと9年ぶりの優勝ということで、ね。おめでとうございます。みんなでおごってもらおう。そんなね、久しぶりにしびれました。本当スポーツをして素晴らしいなとね。いくらこの町内のこんな試合なんだけど、すごい緊張しました。今も優勝者に来てまいりましたけど、今は勝利でございます今年の僕
傷ついた
私の心を奪わないで、あなたには大切な守るべきものがあるでしょう。私につかめるもの、幸せならいいけど、キンキンキラキラも幸せが欲しいわ。キンキンキラキラの宝石が欲しかった、あなたについていたなら買ってもらえたかな。キンキンキラキラの、キンキンキラキラの、キンキンキラキラの、Thank you.